あ、気がついたら食材が切れちゃってて。今度、また今度ね。ヒロシ様？私、また公園に散歩に行きたいのですが。はい。まさしくその通りです。ありがとうございます。気持ちいいですね。でも、あ、はい。気をつけます。はーい。
ヒロシ様、お目覚めですか？はい、行ってらっしゃいませ。お帰りなさいませ、ヒロシ様。おはようございます、ヒロシ様。はい、行ってらっしゃいませ。
あ、先輩。すみません、みっともないとこ見せちゃって。実は引っ越すことになったんです。お父さんのお仕事の都合で。北海道。でももういいんです。向こうに行ったら素敵な彼氏探すんだもん。先輩に話したらなんだかすっきりしちゃった。あ、そうだ、このこと誰にも言わないでもらえますか。みんなとは今まで通り普通にしてたいから。特に長尾先輩には。本当言うとあの人との喧嘩結構楽しいんですよ。引っ越しの話、先輩には一番話したくなかったんですけどね。でも先輩に優しくされるとダメみたい。これ何ですか？これ売ってるお店、私知ってます。あ、でもちょっと違う。私が見たのはもっと可愛かった。なんなら今から案内しましょうか。いたしまして。じゃあまたね、先輩。
田辺くん、明けましておめでとう。いつも元気ね。ありがとうございました。わかる？ひろし様、お目覚めですか？はい、いってらっしゃいませ。
ヒロシ様？私、また公園に散歩に行きたいのですが。はい。まさしくその通りです。ありがとうございます。気持ちいいですね。とっても、あ、はい、気をつけます。ヒロシ様、お目覚めですか？はい、いってらっしゃいませ。
ほっといてよ。